浅井朝倉を滅ぼして包囲網を瓦解させたことで京の周辺は平穏を取り戻しつつあった。一方で上杉、武田、毛利といった強大な勢力は未だ健在であり、織田家を脅かし続けていた。そんなある日、三河の家康から救援要請が届く。武田勢が侵攻を開始したというのである。武田勢を率いるのは千年の上洛戦を中止して以降病に伏し影を潜めていた武田信玄だった。家康の要請に応え、信長は自ら大軍を率いて出陣。その陣中には蟄居を解かれた柴田勝家も加わっていた。信長編第五章、天武長篠の戦い。待たせたな。信長。来たか、十兵衛。行くぞ。乱世の断り、壊し尽くそうぞ。役に立つからな、親父。兄上、遠路ご加勢をたび。構わん。武田は目の上の子。とはいえ武田は盛況。前線の長篠城を置く。案ずるな。も。
この地で武田を完膚なきまでに叩き潰す。一人残らず打ち果たすのだ。兄上、武田の騎馬隊は盛況を極めています。どのように戦われるおつもりですか？鉄砲を持って奴らを葬る。そのための馬防戦、必ず守り抜く。格下の織田ごときに負けるはずもない。織田勢とともに前線部隊を救援するぞ。我らが来たことで敵は早期決着を狙ってこい。本陣の守備を怠るな。全力まだ援軍は来ないのか。これ以上は耐えられぬぞ。長篠城は敵に包囲され陥落寸前のようだ。別動隊は急ぎ飛びガス山を進む。敵の裏を取れ。任せて。狙いは馬防戦か。どうした？警戒を厳しくしておくべきやもしれん。甲斐のトラックか。かつての俺ならば手も足も出なかったであろうが、今は違う。気づかれたか。逃がせ。急いで馬防柵を壊すぞ。打ち尻。敵将撃ち取ったり。引かせていただこう。こりゃお見事ですな。燃え尽きるがいい。敵に情けはかけぬ。敵を押し返せたようだ。そのまま前線を維持しておく。打ち尻。諦めろ。とも止められぬと知る。どんなもんよ。打ち尻。よし、馬防柵を守り抜いたようだ。引き続き警戒しておけ。おお、やるではないか。どこかに兵糧を蓄えているはず。怪しいな。あの砦か。打ち尻。
しようというのか。壊はさせぬ。この間騎馬隊を出せ。開門。私の城攻めの手が緩んだ今が好機。飛びがストリデを落とせ。敵の攻め手が緩んだ。今のうちに体勢を立て直せ。俺は信長様に二度も生かされたのだ。いや、命を賭して戦うしかねえ。狂っておる。キャツを援護し敵騎馬隊を止めよ。他の別動隊か。長篠城へは行かせんぞ。味方の兵が武田勢に囚われているらしい。助けてやれればよいのだが。討ち死に。討ち死に。飛びがストリデは聖者。急ぎ長篠城へ兵を進めよ。ついに援軍が来てくれたか。皆もう絶えずともよい。撃って出るぞ。撃ち死に。くぜぶち死に。あっぱれ。我らも続け。信玄を討つべく進軍しようぞ。敗北条件変更。任せておけ。どうした。開門。武士の一分が立ったか。鬼柴田、腕は鈍っておらんよ。今だ。強欲より敵を一伸びにせよ。開門。敵の本体が出てきた。奴らを迎え撃つ。鉄砲隊構えよ。撃ち取ったり。任せろ。で、あるか。つけいる隙を与えるな。休まず放て。あんた、織田の射撃はやむことを知らぬのか。父上、ご案じなさいますな。
この程度でひるむ武田騎馬隊ではありません。これまでか。引くぞ開門。信玄が背を向けて逃げるのか。信玄を逃がすな。長篠城の兵を先回りさせる。必ず仕留めろ。敗北条件変更。任せろ。父上がいる限り武田は滅びぬ。皆頼む。父上の撤退を援護してくれ。軍隊を逃がすため捨て身の突撃。武田がこのような戦をしようとは。武田が敗れるなどあってはならぬ。たとえ差し違えようともお前たちを撃つ。討ち死に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 。おお、やるではないか。どんなもんよ。かなう相手ではなかったか。武田にあだなすならば容赦はせぬ。やってやろうぜ。全力。武田の名を汚してしまうとは。父上に合わせる顔で、あるか。しょうがない。敵が前線より後退するようだ。この機を逃すな。全軍追撃せよ。任せておけ。分かったぜ。任せろ。どうしたよ。そんなもんよ。叶う相手ではなかった。我らも続き。急げ。我らの覚悟した撤退路へ親方様をご案内するのだ。ここで果てるわけには。戦力を見誤ったか。親方様、撤退路を確保いたしました。今お助けしますぞ。おお、助けが来たか。急げ。親方様、申し訳ございません。へへ、どんなもんよ。お前の腕も相当なもんだな。わしには荷が重すぎた。討ち死に。あの者、もしや影武者。敗走する武田勢に紛れ探りを入れてまいりました。それで何か分かったか。戦場にいた信玄は影武者、当人はすでに往生しているものとみて間違いないかと。そうか、信玄は死んだか。私は今まで
気に病むな。はっ、お任せください。負け知り顔だが、俺はいつも置いてけぼりだ。そう思ってんのはお前だけじゃねえよ。そういうこった。秀吉さん、そりゃそう。どうあれ、今日はたいつでもなあ。いらっしゃい。またのお越しを。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。今日はたいつでもどうぞ。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。立ててくるか。お前らに奪わせやしねえ。あまり手間取らせてくれる。感じだろう。
いざ参らん。よーし、俺がまとめてのしてやる。オイラの出番だ。そこか、こんやろめ。任せろ。わかったぜ、わかったぜ。よほど知らずめ。尋常に勝負せい。任せろ。無礼な、ひねりつぶしてくれよ。どうしたよ。ほらほら、へへ、そんなもんよ。付き合いきれぬわ。余は引くぞ。それまで。なあ、いらっしゃい。
またのお越しを。いらっしゃいませ。ありがとうございました。俺に任せとけ。ともせよ、美月。お前らに奪わせやしねえ。無謀は控えよ。良いな、美月。敵将、ぶっ飛ばした。かなう相手ではなかったか。戦力を見誤ったか。ここまでか。あっぱれ。我らも続き。ああ、いい感じだろ。いざや、尋常に勝負せい。どうしたよ。どんなもんよ。ここで死んでは銃を突きせぬ。いざ進まん。ここまでか。あっぱれ。我らも続き。ともせ。お前らに奪わせやしねえ。無謀は控えよ。良いな。どうしたよ。そんなもんよ。ここは引こうかあるまい。皆を奮い立たせるぞ。you
つのみ。どうしたよ。敵将ぶっ飛ばした。もはやここまで。ああ、いい感じだろ。ここに仕掛けるぞ。極めろ。なで切りだ。敵将討ち取ったり。聞かせていただこう。進め。フルはなんだか。進め。任せろ。とも止められぬと知る。それまで。かけん。敵に情けはかけぬ。こうなりゃ逃げるが勝ちだ。勝つべくして勝ったまでよ。いらっしゃい。
またのお越しを。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。長篠に現れた武田信玄は大量の鉄砲、こうして勢力四義三城の戦い、信長、ご無沙汰していました。信長様、鹿之助、生きていたか。勝久殿には近く播磨の光月城を任せるつもりだ。光月城。ところで、まず久秀殿は有能な将だが、我々久秀か。予感的中だな、十兵衛。他の勢力と結ぶま。立ててくるか。見通せました。あなたがかの有名な竹中半兵衛で。ああ、こいつは黒田官兵衛、播磨で掘り出した逸材だ。頭の良さはさっき信長様の許しも得たから、今日からは正式に俺の策で必ずや勝利を導きます。ああ、先輩か。うん、ところで秀吉。ああ、何をやらかしても不思議のね。うん、だけどつまり松永を潰しても同じだとすりゃ笑えねえ話。
他方面から市議山城を攻める。我らは敵の注意を引きつつ北砦へ向かおう。俺たちは別動隊を率いて市議山城を目指す。行くぞ。私たちは川沿いの砦の制圧に向かうぞ。私は逃げも隠れもいたしません。すぐに信長様の御殿に参上しましょうぞ。皆遠慮はいらん。久秀の首を取り手柄とせよ。俺たちは死に山城の南門への到達を急ぐぞ。開門。なるほど、多勢で押し切るつもりですか。この城たやすく入れるとは思わないことです。開門。くだ、構わず進めぞ。隊の動きをけどられては面倒だ。あの砦を派手にさ、敵の目を引きつける。開門。開門。手間取ればこちらの動きを悟られる。砦を守る将を手早く倒せない。敵襲か。援軍を呼ばなくては。向こう一ついただきだ。力を及ばすか。こちらの動きはまだ敵に悟られていないようだ。物の不安すべからく核あるべし。引かせていただこう。苦戦している。急ぎ救援に向かわなくては。開門。うまく敵を連れたようだ。信忠殿、片岡城が手薄なようですね。今のうちに落としてしまわれては。三太夫、よく知らせてくれた。我らは片岡城に向かうぞ。余裕余裕。そんなもんよ。耐えきれん。引かせてもらう。悪くない働きだ、みつき。来そうぞ。やってしまうぞ。手柄はもらった。打ち切り。
武功一ついただきた。どんどん行くぞ、どんどん。南門にたどり着くことはできた。門が固く閉ざされているようだ。やはり片岡城は手薄のようだ。これなら苦もなく落とせそうだな。今だ、跳ね橋を上げろ。奴らを孤立させてしまえ。おいらの出番だ。しまった、敵の罠だったか。信忠が敵の罠に。仕方あるまい、救援に向かうぞ。開門。信忠の身が危うい、救援を急がねばならぬ。羽橋を下ろしてやらねえと、信忠がやられちまうぜ。慢心しておったか。敵将ぶっ飛ばした。悔しいが、ここまでか。俺の技こそ天下無双だ。織田殿、邪魔なあの将さえ倒してくれりゃ、俺が手下を使って羽橋を下ろします。ここは引く他あるまい。戦力を見誤ったか。悔しいな、ここまでか。余裕余裕。登録兵を出しなさい。この隙に敵方の兵糧を焼き払うのです。逃さず我らの兵糧を狙ってくると。だがやらせはしない。信忠、使えぬ駒を毎度助けるつもりはない。そう心得て良いな。肝に銘じます。背負いの身では足かせとなりましょう。私はこれにて戦場を離れます。信忠は引いたな。久秀もどき、俺と十兵衛のみで事取りよう。敗北条件変更。敵は俸禄兵を出してきたか。手早く始末せねば、兵糧庫は炎に包まれよう。兵糧を燃やされずに済んだか。しかし久秀ってやつ、真っ先に兵糧を狙うあたり油断ならないな。ああ火だ、火が出たぞ。何、敵方の俸禄兵は余さず切り伏せたはずだが。兵糧を失った今、戦が長引けば負けとなる。久秀との決着を急ぐぞ。まだまだ C 三条には入らせませんよ。兵糧を焼かれた織田勢には時がない。C
城の守りを固め散らしておあげなさい。行く手を阻む武将を蹴散らし、一刻も早く市議山城へなだれ込め。砦の中に敵兵がうじゃうじゃ嫌がる。こりゃ簡単には落とせねえぞ。討ち死に。くぜーの全力で討ち死に。押されているか。急ぎ味方に戦況を伝えなくては。伝令官、敵陣にたどり着く前に切る。戦果を上げたか。引き続き励めよ。フルはなんだか。私はキサヒデに心から従っていたわけじゃない。何でもするから見逃してくれ。やっちまうぞ。降伏したいなら誠意を見せてもらおう。敵方も伝令を装い南門を開けてくるのだ。分かった。やってみよう。よし、急ぐ。城まで無事に送り届けねば。余裕。開門。ようやく門が開いた。城内へ進め。ヒサヒデが待ちかねていようぞ。打ち死に。どんどん行くぞ。どんどん。それ。やろめ。開門。武功一ついただきだ。おいら出番だ。安平、すぐに南門を開けよ。これはキサヒデ様のご命令であるぞ。開門。そこか。私は信長様と同じ世で生きられぬというだけ。よくわかんねえけど、もう一緒には戦えないんだな。まあこんなもんだろう。余裕。血を散らすべき場所はここではない。待て、ヒサヒデ殿、どこへ。捨ておく。もはや奴に逃れる術などない。死に方くらいは選ばせてやろう。
結局こうなりましたか。安心せえ、平蜘蛛や。お前を置いてはいかぬ。さあ、共に参ろう。秘蔵の茶釜を抱えていったか。久秀らしい最後だ。久秀殿は我らと似ていた。古き秩序を壊し、理想の世を築かんとし、ただ彼が思い描く理想の世は独善。やめておけ。今俺たち、久秀は理想に溺れて十分。お前は俺の父。わかった、肝に銘じておこう。次の毛利攻めはオイラたちが主力を任す。光秀さんも一緒だって。まあそうなんだが、光秀は助っ人みたいなもんで、総大将はオイラって。それは結構なことですが。毛利、黙っとけ新入り。主に軽々しく意見すんじゃねえ。なんだと。お前だって子さんじゃないだろう。はいはい、そこまで。喜ぶときは思い切り喜ぶ。それが秀吉のやり方なんだよ、勘兵衛。そういうこった。笑う角には福来たるってな。なるほど、ありがとうございます先輩。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。またいつでもどうぞ。松永久秀の反乱を鎮めた信長は、次の標的を毛利に定め、西国攻略を本格化させる。その先鋒として出雲の丘陵回復を目論む尼子勢や、播磨の大名別所長春らを用いて毛利に当たらせた。
さらに天子勢の夜光月城の公演として秀吉と光秀を派遣、信長自身も播磨平定のため出陣する。しかし長春らの寝返りで戦況は一変、苦戦を強いられた信長は秀吉と光秀を呼び戻さざるを得なかった。播磨平定戦。戻ったか、十。いや、三月は光月城にとどまった。三木城の別所長春、それに有岡城の荒木村重が、すぐに奴らを沈めねば。ゆえに、光月城。それが天海神のためなのだな。うむ。乱世の断り。信長の道は俺が切り開く。長篠の戦いにより謙信を蹴り、その手取川の戦い。失礼、息災ですかな。姫、長政様を助けられない。何度尋ねてもそれ失去も解かれたことですし、すみません、言葉が過ぎ。俺はこれから。待って、勝井。俺に任せとけ。決まったけよ、美月。権六殿。あのな、年家、心配はいらねえぞ。なんてったって俺。ああ、なあ半兵衛、お前は。正直順風満帆とはいかないだろうね。だな、それが信長様の狙いなんだろうが、杞憂に終わればいいんだがな。
案の定上杉の布陣は盤石のようだ。さてどう崩すかね。南北からの進軍はどうです、柴田の旦那。うまくいくとは限りませんが。じゃあお前は南を進め、俺は北だ。手始めに近くの砦を攻略するか。それ式の兵数ではこの砦は落とせぬわ。主力を率いる権六殿と秀吉は守らねえとな。本陣を守る長秀殿もだな。不浄なる織田の進軍到底看過できぬ。我ら上杉が残らず払ってくれる。それか、目が開いている奴は本陣を守れ。よし、このままさっさと進軍と行きたいところだが、本陣の様子が気がかりだな。よし、本陣に近い砦を奪えたな。これでいくらか戦いやすくなんだろう。宝庫の憂いは立てた。これより前線の援護に回ろう。妙だな、敵が少なすぎるよ。僕の予想では近くの砦に伏兵がいるとみた。およ、時は満ちた。皆の者、突出した織田勢を包囲するのだ。おいおい、待ち伏せかよ。さすが悪いな、一旦交代しねえと。好機到来、我らは上杉に加勢いたす。あれは一騎衆、上杉と組んでいたのか。伏兵の存在は読めていたのに。よし、食らっとけ。織田の連携は立てた。ならば行くぞ、勝利を上杉の手に。開門、あいつらが増援を手配しているのか。残らず倒して、ついでに砦もいただくかね。なんとか交代できたが、連携が取れないオイラたちに今できることは。ほら、オイラはここだ、追ってこい。任せる。ガンならの負担が減りゃいいが。大丈夫、これが僕たちに取れる最善だよ。秀吉の思いきっと伝わると信じよう。秀吉が引いただと。あいつのただでやられるとは思うな。今は秀吉の分まで俺たちが振るわねえと。おらくくれよお前ら。俺は過ぎたことは振り返らねえ。ただ秀吉の分まで決まるだけだ。砦はいただくぞ。さて、ここからどうやって巻き返すか。開門。ようやく増援を止められたか。これで少しは前に進めそうだ。もはや勝利をつかんだも同然か。行け、上杉の聖堂にて織田を払うのだ。開門。逃がされ。この戦
我らの清き勝利は約束されている。無駄なあがきはよせ。畜生、自分はどうにも。俺の生かされた命、まだ知らせねえのによ。味方が織田を引きつけている今が山道を抜け奇襲をかける好機であろう。開門、付き合うんだ。オラ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 。くらっとけ。よーく聞け。俺の技こそ天下無双だ。お前らの好きにさせてたまるか。俺の命に変えてもだ。急げ。くぜ。急げ。俺は全力。何に劣勢だなんて。勝家は無事なの？姫が援軍に。どうにかお守りしたいが、今俺が前線から離れるわけには。やれやれ、奇襲を受けたらどうなってたか。敗北条件変更。敵本陣を脅かして奴らを引かせるか。目も安全、勝利にも近づく。一石二鳥だろう。おだめ、存外頼るわ。増援を送れ。開門。あの砦を抜ければ敵本陣の近くに出る。どれ、奪わせてもらおうか。織田の手勢か、軽くひねってやれ。急ぎ織田の増援を叩くのだ。本体と連携させてはならぬ。引かせてもらう。おい美月、調子に乗るなよ。フルはなんだか。それじゃあここから敵本陣を脅かすか。奴らがこっちに兵を削いでくれりゃ好都合。開門。おだめ、北の砦から攻め入るか。急ぎ兵を戻し奴らを打ち払わねばな。開門。本陣はもう大丈夫みたいね。じゃあ今から私も前線に加わるよ。このまま敵の本陣に向かいたいけど、手前の砦を攻略しておこうかな。へへ、どんなもんよ。見事だな。織田もなかなかあがくではないか。その執念を称し、私自ら払ってやろう。およ、清き上杉が不浄なる織田を打ち払う。これはもはや自然の摂理というものよ。どっちが清いだとか俺には関係ねえな。俺はただ信長様のため戦うだけだ。
もんよ。かなう相手ではなかったか。あなたの存在心強いな。よーく聞け、俺の技こそ天下無双だ。悔しいな、ここまでか。最近はすっかり塞いでたんじゃ。うん、でももう私は平気だよ。ずっと塞いでたんじゃ合わせる顔がないもの。この砦を抜けたら敵の本陣だね。気を引き締めないと。開門。一年この目にしかと焼き付けた。この剣心の膝を折らせようとはな。一心報いはしたが、ここいらが限界かもな。戦軍退却だ。奮戦に免じて深を言わせん。次にまみえし時こそ我が聖堂にて払おう。次は勝家、あの、いえいえ、お助けくださり。あの時私もうあんなかな。姫、ありがとう。これから決まったけよ、美月。
金ヶ崎城を落とし朝倉を撃つ。まずは敵方の2つの砦を抜き前線を押し上げよ。長政は俺を裏切らん。位置が困るようなことにはなるまい。お手合わせ願おうか。よし、この勢いで金ヶ崎城を攻めるぞ。この城を守る朝倉景常を撃つ。かかれ！後輩を脅かされぬようまずは四条の天筒山城を落とすのが上策か。たくましくなったものだ。余裕余裕。上々の戦果だ。あとは一条谷の朝倉義景さえ撃てば幕府の意を借り己に従わぬ者を撃つ。信長殿は身勝手が過ぎます。開門！義景様、まさか金ヶ崎まで出馬なされるとは。義景様にご着陣なされたか。よし、我らも打って出るぞ。金ヶ崎はすでに落ちたか。出遅れだな。長政が来てくれたか。これで一息に義景を打てるぞ。古き名約に従い俺たちは朝倉に加勢する。織田信長を討ち取れ。勝利条件変更。このままじゃ信長様が危ねえ。向かってくる敵将を止めねえと。長政、それがお前の選んだ道か。よーく聞け。俺の技こそ天下無双だ。アザイめ、援軍かと思い油断したわ。起点救援行。開門全力で。我々がしんがりとして敵を食い止める。信長殿と姫様は先に引かれよ。勝利条件変更。
死ぬなよ。運を祈る。この戦、信長様さえ無事に逃げられりゃそんだけで御の字だが、他の将が逃げられるかどうかも、しんがりである俺たちの働きにかかっている。敗北条件変更。このままではすりつぶされるぞ。信長は俺がこの手で撃つ。止められるもんなら止めてみな。引くしかねえか。俺は絶対信長に勝つ。くぜー。俺を全力。あの様子ではこの先長政が味方に転じることはあるまい。なんとか基地を脱したか。これより先には進ませんぞ。あの人を逃がすのが私の務め。どきなさい。どうしたよ。あの人の首を狙っているはず。私が守らなくては。へへい、そんなもんよ。よし、行くか。叶う相手ではなかったか。戦果を上げたか。引き続き励めよ。長政様、申し訳ありません。これで戦場を脱することができよう。開門。任せろ。なんてしないよ。私の命は仲間様の志とともに。船を守ることのみが俺が生かされた意味ならば、命に変えても果たし抜いてみせますよ。一、敵となった以上遠慮はいらん。ただし俺もお前らに容赦はせんぞ。約定一つ守れぬ信長殿に天下など託せるはずもありません。そんなもんだろ。敵将ぶっ飛ばした。力及ばずか。良い働きだ、美月。必ずあの人と共にこの基地を出してみせる。ここまでなのですね。よし、行くか。おりゃ、よし、影を取り逃がしたか。しかし追い打つ余裕はないな。貫禄だろ。こいつを連れて織田に下ってくれ。あんたならそう言えるだろう。姫が戦うとそうご覚悟されたんだ。なら俺が姫を支えねえでどうするよ。任せろ。どうしたよ。へへ、そんなもんよ。聞かせていただこう。美月のおにしゃらず、私は好きよ。さすがに手強い。信長様、また戦場にて。開門。くぜー。倒します。覚悟して。よ、全力。一は、この先も長政様と一緒に戦います。さよなら兄様。一、お前に恨まれようと俺は止まらんぞ。
ここまで来れば敵も追ってはこれまい。ええ、先を急ぎましょう。親父たちは戦場を抜けたみたいだ。よし、追いかけて護衛してやるか。